どうやってやるのこれ。あ、なるほど。ああ、な、うわ、すげえ、なにこれ。あ、そういうことか。あ、ハム太郎は犠牲になったのだ。前回どういう終わり方だったっけ。すげえゾロゾロしてんだけど。ちょっと2時に話聞きに行こう。遠くからでもみんなのことを応援しているさ、頑張ろうなのさ。続き教えてくんない。マジこの3人仕事しろや。きらめき海岸か。よし、じゃあ今日はきらめき海岸にこの大所帯で行ってまいります。うわ、大きなゴミが落ちているのだ。あ、またゴミが落ちているのだ。ここにもゴミが落ちているのだ。なんか亀が倒れているのだ。なにこいつ。はい。亀で遊ぶな。え、ただのミニゲームなん。本当に亀で遊んだだけやん。冷やかしやん。灰色の水なのだ、じゃなくて、さっきの亀また転んどるんよ。ねえねえ、助けたってよ。この辺りの水には色がついていないのだ。でも見ろよ、ずっと向こうの水は灰色だぜ。どこか別の場所で水を汲んだら色がついてるのか。いいね、白心の顔いいね。連打連打、オッケー。亀で遊ぶな。何この今のシール。たまごっちのシール出たわ。この調子だと他にも困ったカメさんがいそうだな。絶対いるよね。俺もそう思う。うわ、何、ヤドカリさんが邪魔して先に進めない。いや絶対ハムスターの方が強いって。弱っハム太郎。ここだ、おらー、しゃあ。今マジハリーの糸を通…何これ、ワールドバザールで売ってるやつじゃん、ディズニーランドの。無言かい。あ、ないよね。それならこの向こうに大きな板が流れ着いていたよ。なんなんあいつ、めちゃくちゃ船になりそうな板落ちてる。持って帰ろうこれ。ガーン、うわうわ、最悪の事態。うわ、助けてー。おっしゃ、さっきのレベルアップ版だ。めちゃくちゃアクロバティック。雲のマシンで今日も飛ぶのさ。キー間違えた。リボンちゃん、マフラーちゃん、助けるシーンなしな。そこ一番見たいのに。おお、ちょっと待って、ちょっと待って。ちびまる子ちゃんと孔子、めちゃくちゃ扱い雑なんだよな。カメさんが海の向こうまで連れて行ってくれるみたいなのだ。これで向こうの水が汲めるのだ。もう海は怖いんでちゅわ。あ、もうトラウマになっちゃったんだ。え、向こうに水族館の看板を見つけた。水族館でちゅか。あんな綺麗な色の貝はこの水族館にしかないわよね。ねえ。うん。てかちびまる子ちゃんどっか行っちゃった。こっかな。ポケモンの通信交換とかじゃん。でん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 。リボン太郎を可愛がってあげてね。オッケー、おれ。今ボタンの押し方サスケみたいだったね。うおもう何でもありやんこのゲーム。あ、いけた。てん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 、これこそ通信ケーブルだよね。あ、なるほどね。いや、パラシュートってあがいたら止まれるとかないからね。なんだっけ、サイみたいなやつ倒すとこにめっちゃ似てない。ノーリアクションやめてよ。でもこれじゃあ虹ハムくんのところまで持っていけないわね。え、
誰こいつ、なんだこいつ。あ、あれはカメハムくんでちゅわ。無言やめろ。よいしょっと。はい。わあ、ありがとう。あ、道がなくなっていまちゅわ。ほんとね。どうやったら向こうまで行けるのかしら。なんだこいつ。あなたは？僕はペンハム。もう何でもありだな。やっぱり男の子だけに任せてはおけないわよね。やば、この絵待ち受けにしよう。虹の色ができたのさ、6つ目は藍色なのさ。色の材料はあと一つなのだ。みんな頑張るのだ。わあ、どうぞ。ガラガラだわ。次回ハム太郎特大号にして、次クリアまで行きます。ハムハーハッハッハ。なんだか女の子に囲まれて子牛くん羨ましいですね。全然囲まれてなくない？君には何が見えているんだ？なんなら孤立しているように見えるんだが、聞いてみる。10倍50倍。やべ、海洋圏出してくるぞ。やべ、50倍海洋圏だ。あれに女の子たちは？女の子たちは虹の材料を探しに行っちゃいましたよ。なんだって？最近新しくオープンしたハムールさんの占いの館ですよ。最後の虹の材料がそこにあるって占いで出たんです。よし、ハム太郎、女の子たちを追いかけようぜ。うわ、このメンツかよ、最悪だ。最悪のメンツだ。今日しっかりしてるやつ一人もいねえ。ハムールさんの占いの館行ってみようか。帰ろうかな。絶対当たらないタイプの占い師だったんだけど。絶対、あれ毎度じゃね。え、こんな目細いハムスター毎度しかいなくね。あいやー、わいはただの占い師あるよ。怪しくないあるよ。あなた、どっかで見たことあるような顔してますね。何を言うあるか。わいはメガネ班なんて知らへんあるのことよ。でも女の子たちは渡さないあるよ。この声は、おめえはさっきの占い師。ふっふっふ。占い師とは仮の姿。わいの正体は誰？全国ダジャレ好き100万ハムの味方、ダジャレンジャー。なんで二重進化したの？ここでこの絵入るんだ。これすげえ重要なシーンなんだ。女の子たちはワイがもらったで。キャーってなってるやん。セクハラで逮捕です。わはは、悔しかったらここまでおいで。みんな追いかけるのだ。ちょっとあいつマジ許さん。わ、何これ、マザー2みたいなステージなんだけど。何このマザー2のラストステージみたいなとこ。ふっふっふ、待っとったで。うわ、てめえはダジャレット、ダジャブルー、ダジャピンク、ダジャオレンジ、オケキュー、ダジャイエローって言ってるのよ。どうしたこの人たち。5匹揃ってとっとこ戦隊ダジャレンジャー。みんな正解。その反応正解だよ。もうこれみんなしか言えることないもんね。悔しかったらここまでおいで。どうしちゃったんだみんな。おかしくなっちゃったのか。あ、こいつあれジャストミートのやつじゃん。予算かかりすぎだろ。全問クリア、ミラクルクイズ。とっとこハム太郎のクイズがいろいろ出てくるよ。もうとっとこハム太郎のクイズ出してるやん。ハム太郎の世界でハム太郎放送されてるっていう説立証じゃないこれ。
鳥取山で見つけた虹の材料は何色？うわ覚えてねー覚えてねーけど山だからオレンジだな。オレンジ正解。おっしゃ、あれ違うはずだよね。うわ間違えたふんどし、うわあ、でも6問正解でクリアなんだ。あれふんどしじゃねえんだ。ダジャレンジャーはどこへ行ったのだ。見ろあそこだ。はっはっは、ようここまで来られたな、褒めたるわ。でもワイラを捕まえようなんて100万年早いで。100万好きやな。てなわけで出発進行、ほなさいなら。そっちなんかい。どういう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 こと。あ、そういうことね、左ね。危な即死じゃんいやいや、これ死ぬタイプの障害物だから。へけ、うわ死んだ。あれれ、大将くんとトランハムくんがいないのだ。どこに行ったのだ多分落ちて死んだよ。そんなの知りませんわ。うわー、リボンちゃーん捨て身じゃん。しっかりしろリボンちゃん。動かねえ、よくもリボンちゃんをよく見ろ大将、それは人形だえ、作戦大成功でちゅわ。お二人はそこでお人形遊びでもしててくださいな。どうしたんだろうリボンちゃん、マジで。おい動き回るなよわけわかんねえなマガオなんだけどお前そこまで歩けよ。追いかけようぜハム太郎、ついでにこの人形も持っていこうぜハム太郎。はい、通報しました。はい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 、うい、僕たちが来たからにはもう安心です。のっぽくん、それは人形なのだもうみんなこけてあげな。この人形はせっかくですから僕がもらっておきますね。はい、通報しました。あれ、どうした子牛。ちょっと待って、子牛いるよね。あれ来たわね、ハムちゃんズ。わ、出た。おきゅう、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 おきゅう。すげえ頑張って喋ってるけど何言ってるかわかんない、ごめんね。勝負よって言ってるのよ、長。このブラック子牛であなたたちをやっつけてあげるわ。ブラック講師勝手に作られとるやん。俺様の妨害パワーを見るがいい。ガッハッ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 ハッ。どっちが大食い？種キャッチ。おお、何このゲーム何このゲームこれどういうこと、なんか上から降ってくるわけじゃないの？ビビビビ、嘘だろ幸せそう、めっちゃ幸せそうなんだけど。よしよし、余裕です。こうなったらあけきゅー、退散よって言ってるのよ。退散よは短いんだ。あ、そうだ、この人形はもらっておきましょう。はい、通報しました。あ、そっちももらうんだ。もう一回通報しました。変態仮面じゃん、めちゃくちゃ変態。変態仮面こ、いや変態仮面の方が先だよな。ようここまで来られたな、大したもんや。でもここまでたちは、女の子たちは渡さないわよ。どうしても返してほしかったらウキキュウキキュンでしょ正解。私たち勝負よって言ってるのよ。ほな行くで。旗揚げ対決、ダージャレンジャー L。
A。 簡単じゃん。なになに、何の意味があるのその動き。全然ゲーム性に関係がない動き。なになに、なんで回ってんの。かっこよさ重視。なんかまともだった女の子たちがこんなことしてると不安になる。マジでなんで回ってるかわかんない。あ、むずいむずい。2個同時むずい。2個同時むずい。急に。オッケー、成功。ワイラの底力見せてるわい。起きた、ダジャレンジャー対決。バンバンダジャレンジャーやってみよう。どうやってやるのこれ。あ、なるほど。あー、うわ、すげえ、なにこれ。あ、そういうことか。あ、ハム太郎は犠牲になったのだ。うわ、ちょっと待って、むずいぞこれ、微妙に。倒して倒して。でもメガネで終わりたくねえ。あ、死んだ。よし、頑張れ、講師。ああ、負けません。ああ、やばいです。あ、僕しかいないんですけど。ていうか、なんで唐辛子投げてくるんですか。やめてください。あと全然唐辛子剥げるって言っちゃった。唐辛子投げる速度な、早いです。勝ったぜ。あ、ベルマークじゃん。やべ、倒しちゃった。なほな、ワイラが負けるなんて大変なのだ。全然動かないのだ。ハム太郎、そろそろこのパターンにも気づけよ。最悪だ、大将に言われちまった。ふふふ、ほんまですわ、ハム太郎はん。アンさん、面白すぎや。ハム太郎くん、私たちでちゅよ。リボンちゃん、それにみんなも。私たち、マイドくんのアルバイトのお手伝いをしていたの。実はこの館はもうすぐ遊園地としてオープン予定でな。ハムアクションの最後の調整をみんなが手伝ってくれたんや。あ、これ遊園地のアトラクションだったんだ。ハムハムハムール、皆さんご苦労様でした。あ、オーナー、これは少ないですが私の気持ちです。どうぞもらってください。え、これ最後の色揃っちゃったん。てかこの絵エモ、泣きそうなんだけど。この絵エモすぎない。紫の水晶を虹ハムくんに届けに行くのだ。デンツデンツデンツデン、やったのだ。すべての色が揃ったのだ。いよいよ虹を作るのさ。うわ、ここで音なくなるのエモすぎる。結構このゲーム時間かけて放送でやってきたからね。なんかちょっとだけ感動するね、これ。なんでだろう。ずっとふざけてたのに。なんだか、ドキドキしてきたのだ。てか、ハム太郎2からやってきて、集大成だもんね、これね。そういう風に出るの。やば。やべ、俺虹の根元初めて見たんだけど。この先には虹の国へ続く駅があるのさ。そこから出ている汽車に乗って虹の国へ帰るのさ。虹ハムくん、帰っても僕たちハムちゃんズのこと忘れないでほしいのだ。僕たちはずっと友達なのだ。ハム太郎くん、え、ちょっと待って、こっちの顔泣いてるけど、こっちの顔全然泣いてないんだけど。嘘泣き。あ、泣いた、よかった。僕みんなのこと忘れないのさ。あ、やだやだ、あ、やだ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 よ。ずっとずっとみんなのことは友達なのさ。アディオスハミーゴ。寂しい話は闇にしようぜ。映画版のジャイアンみたいなやつ出てきたぞ。よし、みんなで虹ハムを見送りに行こうぜ。すげえ、そんな風に歩けるんだ。あ、終わった。トットコハム太郎4クリアです。え、何これ、めっちゃ行きたいんだけど、この国。
いいよな、なんか虹って夢あるよな。いや、もっと前空いてるから。後ろの方固まるなよ。あ、そっかそっか。まだいるんだ。まだ出発してないのにすげえなびいてるね。え、この後虹の国行けんの？え、絶対行くんだけど。最高じゃん。虹の国編始まるってこと？わあ。うわ、最高なんだけど。寝てるくん最強すぎる。そのまま本当に寝てる可能性あるよ、これ。永遠に。その位置は。結局、ハム太郎ってやつが最強なんだよな。あ、着いたんじゃない？到着。着いたわよ。ああ、怖かったです。腰のやつ怖がってやがるぜ。虹の国は可愛い子がいっぱいいるんだろうな。うーいえー。着いたで、わい。ゲロ吐きそうや。ゲロ吐きそうや。やれやれ。Copyrights of Totoka Hamtaro Original Characters Reserved by... にじはむくーん。なにこれ。実は王子がいらっしゃらない間に困ったことが。詳しい話はとにかくこちらへ。おい、置いてかないでよ。ん、どうしたんだ。もしにじはむが困ってるんだったら俺たちで手伝ってやろうぜ。僕たちもあの雲の乗り物に乗ってみるのだ。チャレンジャーだね。この量で乗ったら落ちる可能性あるで、ワンちゃん。虹の国の虹劇場へようこそなのさ。ハムチャンズのみんなのおかげで帰ってこられたのさ。虹劇場に戻ってこられたのはいいんだけど、しばらく留守にしてたからお客さんが全然来ないのさ。そこでこいつの出番なのさ。招待券をもらった。特別招待券？そうなのさ。それは二次劇場への招待券なのさ。それを今までにあったいろんなハムたちにプレゼントしてほしいのさ。なるほど。今までにあったハムに渡せばいいのですね。え、嫌な予感する。招待券は全部で40枚あるのさ。これをいろんなハムにプレゼントしたいのさ。わかった？え、もう一回言ってくれ。てか、お前呼べよ、自分で、客は。努力せえ、ステージに上がる側が。お客さんが勝手にお客さんを呼ぶと思うな。じゃあみんな、アディオス、ハミーゴ。終わった。俺今日最終回って言ったから、これ40枚集めるまで寝れねえじゃん。想定外の長さなの。終わった後が。ちょっとじゃあ、呼びに行くか、40人に。嘘だろ。やれるとこまでやろう。こいつ虹の国来いや。マイペースすぎるだろ。栗っておいしいよね。ガスガスガス。うわーうわー。お、招待券オッケー。二次劇場？それはもう今日はちょっと無理です。なんかこのハム太郎のゲームを通して、もともと結構好きな作品ではあったものの、よりハム太郎を身近に感じてすごく好きになりました。じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。チャンネル登録、高評価、 Twitter フォローよろしくお願いします。それではさよなら。旧館長の Q ちゃんが倒れたんだってね。え、何、旧館長の Q ちゃんって。うちのおばあちゃん家で飼った旧館長も Q ちゃんだったんだけど。え、その Q、 あの Q ちゃん有名だったのかな、もしかして。おかえりなさいっていうの。おかえりなさい。あの、僕本名はあのヨウっていう名前つくんですけど、ヨウちゃんっていう旧館長がいたんですよね、昔。ヨウちゃんおかえりなさい、ヨウちゃんヨウちゃんおかえりなさい、ヨウちゃんって言ってくるやつがいたんですけど、その Q ちゃんかな。